こんにちは、私は宇宙人です。今日も宇宙を旅していたら、地球という星でこんな面白いものを発見してしまいました。あなたはもう知っているかな？いいわ、広いな、大きいなぁ。はい、今回は1993年にスタジオジブリが制作したアニメ、海が聞こえるをご紹介します。高知市を舞台にした、東京からの転校生、リカ子に恋をする、街を出たことのない高校生、タクの物語です。東京の私立大学に合格したタクは、上京し、一人暮らしを始めました。タクの大学生活はどうなるのでしょうか。今日に至ってもなお、原作、アニメ、ドラマを通じて舞台となった高知や東京のロケ地巡りをするファンが絶えないそうです。皆さん、ここまで見てくれてどうもありがとうございます。よかったらあなたも、感想や好きな場面やセリフなんかをコメント欄に書いてみてくださいね。それではまた遊びに来てください。サンキュー。スペシャルサンクス。プリーズ、サブスクライブ、登録、チャンネル登録。登録したら面白い。きっといいことあるみたい。あなたと私一緒に宇宙を旅します。宇宙の果てからこんにちは、面白いもの見てみたい。たくさんいいもの見てみたい。友達少ない僕だけど、あなたと一緒にどこまでも。また遊ぼうね、また遊ぼうね。冒険しましょ、そうしましょ。また、遊ぼう、バイ。